って、いやこんなに真面目な人だったの、いや真面目っていうかもうそこしかなかったんだろうね、うん、だって板金屋になるかっていう、うん、最初はね選択肢がね、そうでも板金屋になろうとしてたら今のあの人の人生はまた全然違ったものだろうし、私あのほらバンドのメンバー作るときに、うん、明治大学の友達が、うんうん、親のとこ行って1年預けてくれ休学してって、うん、それを言いに行ったのが A ちゃん二十歳じゃない、うん、もう何この人っていやいや聞こえてるもん、いやそう二十歳えって立場が違うじゃん、うん、みたいな、でお父さんがそれを、うん、めっちゃ感動して預けてくれるっていう、うん、いやなんかそれこそさほら昔だったら嫁にくださいみたいな感じよね、口説き落としに行くようなもんだもんね親をね、ああいうのとかやっぱり精神年齢がというかさ魂年齢が二十歳でも二十歳じゃないよね、じゃないね、ね、もうすでにね、まあ、A ちゃんはそのあの成り上がりの中にも出てくるんだけど、何が、まあ、成功の秘密っていうか秘訣っていうかいっぱいあるって言ってるけど、とにかく行動が早いんだって自分で言ってる A ちゃん、でなんで行動が早いかっていうと不安だからなんだ、あそう言ってたね、うん、不安がこうやって駆り立てて行動を起こさせてる、うん、そうそうそう、だからやっぱり幼少期の経験が生きてくるわけですよね、うん、生きてくるよね、やっぱお金がないっていう、そう安定した環境じゃない、そうそうそう、でもやっぱり怖いっていうのはあるって言ってたよ、あのポイントが、なんでお金を求めたのってやっぱ怖かったんだよね、でなんか言ってたお金がないと結局自分がしたくない仕事とかも受け負わなくちゃいけなくなるから選べなくなるし、うん、本当にやりたいこと、うん、伝えたいことが折れてしまうってね、でも経験してるからその言葉に説得力が生まれるわけで、これ多分なんか聞いた話とかあの A ちゃんの自伝を読みましたとか誰かが書いたとか聞いた話で、さも自分がね疑似体験したかのように言ったってその説得力は生まれないと思う、28歳の時のインタビューなんですよ、そうそう、なんか全然全く追いつけないよと思いながらでもいやいやそんなねネガティブに考えちゃダメと違うんだからそうだ、ね、チョイスしてきたプログラムがあって、そう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 、私は違うテーマで生きてるんだもんってそうだ、ね、切り替えなきゃ、うん、でもねこの成り上がりを、まあ、裏付けるというか、あのちょっとこのエピソードを話すとより成り上がりが入ってくると思うんだけど、うん、A ちゃん35歳の時のインタビューでこう答えてるんですよ、広島から一人東京を目指して上京してきた時に結局自分一人しかいなかったと、うん、だって誰かを当てにしてとか誰かを頼って出てきたわけじゃないし、東京を目指してたけど、ね、あのお尻と腰が痛くなって横浜でいいやつって降りちゃったんだ、それ覚えてる、横浜、うん、途中の横浜までになっちゃった、ね、横浜港町ビートルズリバプールよしここで降りようっつって、でも本当はお尻と腰が痛かった何時間もかけてさ、当時は夜のね予備車のやつ、ね、でその時に一人で出てきたからには矢沢永吉を守れるのは自分一人しかいないって思ったんだ、それハッタリも言いますよ、大風呂敷も広げますよっていうベースがあったからっていうのを聞いて、僕あのもう一回成り上がりを読んだ時に、だから その明治大学のバンドのメンバーを知ろう、いろんなさあのお店とかでさ交渉するにしろさ、初めてテレビに出るとかでもさ全部ハッタリじゃん、あ結構横浜ではあのブイブイはしててみたいな、いややってない時にみたいな、結構有名なんですよ僕らとか、うん、でもそうやって場面を張っていきながらも結果を伴わさせてるから、結局ハッタリがハッタリだったけど最初は、うんうん、なんか全部そこすごいよね、すごいよ、でもそこに隠された努力っていうの、うん、音楽に対する、うん、きっと練習量とか半端なかったんだ
と思うでしょ。でもね、僕思ったの、この人何がここまで自信持ってたんだろうなと思ったら、自分の作る曲に対しての絶大なる信頼感と自信があったんだと思う。信じてる、信じてるし、こんないい曲書ける俺がなんで認められないって、そんなわけがない。あ、それは出てくるね。うん、だって I love you OK っていう曲なんか17歳の時に書いてる曲だよ、デビュー前の。だけどそれを大事に大事にしてキャロルでは出さず、ソロでとか、だって初めての奥さんとの出会いもその I love you OK を聞いて、あれは誰のカバーをしてるんですかって言われて、 あれを俺のオリジナルなんだよねっていうぐらい。だからあのリメンバー佐世保の話してます、まだ A ちゃんがソロになって初めての、すごい少なかったね。あ、そうそう、1500人のキャパのところに200人ぐらいしか集まんなくて、だけどその200人もざーざー雨が降る佐世保の街で、これやばいっつってスタッフが街中駆けずり回ってタダ券を配ってやっと集まった200人なんですよ。そっか。その200人に対して A ちゃん何を言ったかっていうと、いらっしゃいと。それもね、いやいや、言う本人が言ってる。いらっしゃい、今日はあの最高のステージを見せるから最後まで楽しんでいってください。で、今日来ているあなたたちは最高にラッキーです。なぜならこんな才能のある矢沢を見れるんだからって言う言わないでしょ。昔からさ、日本人だったらさ、日本人じゃ、それこそいらっしゃいましたじゃない。いや、でもさ、それこそ言霊だよね。そう、うん、先に言っちゃって、うん、後から事実ついてくるから。そうそうそう、その根拠のない自信、うん、でも根拠はあるんだけど、いや本人はだってそうだと信じてるから、うん、根拠なんだよ、そうそう、根拠なんだよそれ。そう、だからやっぱそういう生き方したいね、うん、でとにかく負けず嫌いだったって言ってる。でその2年後にまた行ったんです、あそこに。そう、リベンジして、リベンジして満席。そう、いや、その言い方もちょっとそれ A ちゃんじゃない、 A ちゃんなんて言ったかっていうと、2年後リベンジしましたよ、超満だわって言ったんです。超満だわ、バックル、超満、超満だわ。そのなんか軽さが、うん、なんかいい加減な人なんかな。そう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 、思っちゃうけど、もう目はめっちゃ真面目だと思うよ。そう考えたらやっぱ A ちゃんはさ、ずっとさ一貫してさ薬なんかするんじゃないよって言い続けてさ、そういうメンバーに対してもさきちんとした対処というかさ、やってるところにさ、今回のこの話ですよ、告発の話ですよ、やっぱ違いすぎるよなと思って。長見さんと剛さんね、さん、僕だから成り上がりを初めて読んだ時ってもう割と長渕ファンのすごいカトピークの時に読んだんですよ。それから1ヶ月僕長渕聞きませんでしたもんね。A ちゃんすごすぎると思う。影響受けやすい。あ、そうそう、僕単純なんですよ。いや、でも単純、これが強しじゃねえだろうって聞きはしませんでしたけど。いや、でもまた最後はそういうところで人が信頼して、うん、人が集まるのかなだと思うよ。でも裏切りもいっぱいされてるんですよ。だってさ、裏切り者数35億の裏切りなんかさ、本当に死を考えたと思うよ。もう無理だろうなって思ったと思う。さすがにね、天才がね。で、自己破産もせず返したってやつ。そうよ、すごくない。しかも10年かかってないからね。まあでもやっぱり周りのさ、今の奥さんだったりとかスタッフとかがやっぱりこうすれば返せますよっていう、でもそれは矢沢永吉だからできるんですよっていう、うまくこう乗せながらね、そりゃそうでしょ、普通の人ではね、そこ触れないから。かっこよすぎるよね。かっこよすぎるよね。でもね、その佐世保の話を聞いた時にこうも言ってたんですよ。そうやってずっと生きてきましたって。単なる負けず嫌いなのと、自分が可愛いのと、いじけてる暇がなかったっつったの。それが成り上がりを読んだ時に、あ、根っこに流れてるのこれだと思ったの、うん、いじけてる暇はない。だっていじける暇いっぱいあったもんな、僕の人生。いや、私もだからそれを見て、もうなんかガーンってもう打ちのめされた感じ。いや、もう申し訳ない、申し訳ないって思う。いや、分かる分かる、話せない、もう恥ずかしくなったもん、自分が恥ずかしい、うん、そうなの。
そうだ、ね、それわかるわ。だからそれを今度は必死で恥ずかしいと思ったら私自身が かわいそうじゃない、そう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 、否定するってことじゃない、うん、それはいかん、うん、もう大変よ、うん、あれ読んだせいで、うん、なんで上がったり下がったりね読みといてたからだからさ、あの何だろう、あの本にも書いてあったかな、何側に書いてあったか忘れちゃったけど、教科書なんかろくすっぽ読まないような子たちがこぞって読んだわけよね、あの時代で。そうね、うん、だって文字なんかさ、ひらがなが多かったか分かんないけど、読む習慣がない子たちに、あれ教科書代わりにしたらね、すごい勉強になったと思うよね。うん、訴えるもののパワーやっぱり違うんだよ、作り物じゃないじゃん、ないからね、うん、すごい感動するんだろうね、だって迫ってくるものがなんかところどころ泣きましたよ、うん、僕は。だからやっぱ本当に切羽詰まって逃げられないっていう状況、そうそうそう、選択しないみたいな、もう行くしかないよ、この先にね、もう前に進むしかない、まあ実際みんな大なり小なり生きているってそういうことだけどね、そういうことだけどね、うん、でもさ、逃げ場所があったりとかさ、うん、あるじゃない、だからさっき言ってた、あの去年作ったそのやろうって思った時のね、うん、やめない逃げないごまかさないっていうのは、うん、この3つがあるだけで、逃げないってことは逃げ場所を立つわけでしょ、うん、ごまかさないってことはありのまま行こう貫くってことでしょ、やめないってことは投げ出さないってことだからさ、でもまあそこまで覚悟を得るんだよ、覚悟なんだよ、覚悟。そう、ピーちゃんはスーパースターが目標だったからさ、うん、そこに行くためにはもう追い詰めるしかなかったし、うん、逃げられなかったけど、まあ一般人はさ、うん、目標スーパースターじゃないから、うん、みんながみんな全部がピーちゃんみたいな生き方そしたらもう大変なことない、スーパースターなんかいないんだからだからやっぱ結局さ、なんかいろんなこと思ったら、まあ、役割よねって、あ、そうそうそう、この地球のさ、うん、そのドラマ、うんうん、映画じゃんこれ全部、うん、フィルムっていうかさ、そう、ね、まあ、彼はその役割で今世生きてきたんだな、うんうんうんって思って解決すればいいよねでもさ、結局さ、あの本人も言ってたけど、あのライブに来る人たちは、あの自分1年に1回1年間頑張ってきた自分への栄養補給として来てるんだっていう、それでいいんだって言ってたよ、えいちゃんが。みんな自分なんだからって。そうね、でもえいちゃんとかもさ、ひとりさんの話するわけじゃないけど、めっちゃ一緒だよね、流れてるものの表現が違うだけで、うん、表現が違うだけで、やっぱり自分だっていうことよね。そう、まあそんな感じで、最優寒いですけどね